おはようございます。12月18日朝5時半の相場解説になります。昨日だから24時間前ですね。ちょうど昨日の17日の5時ぐらいに私相場解説で大きなセルが来るよというふうに申し上げました。その時に特徴的だったのは陽線ですよね。陽線が出た直後に私はこれは大きなセルが来るよと、かなり強い勢力で来るよというふうに申し上げました。そしてその瞬間私はね、それこそ5時半から6時のまでの間にエントリーしてるわけなんですよ。で、12時前に利確のエントリーの、利確の動画を追加で上げさせてもらいました。半分利確したわけですよね。そしてあるポイントを超えてもっと強く下に行くんだというふうに申し上げて動画は終わったと思いますけども、あれからどういうふうになってるのかってことでございます。今日はそちらの方もね、合わせて、放送させていただきます。じゃあ画面を切り替えていきますね。はい、これが今この瞬間のチャートになってますけども、昨日私がセルをかけるよって言ったのはここですよ。ここね、大きな上髭を出していると、陽線がズバーッと上がってきて、なのにここでヒゲを出したってことは、これ実践ではなくてヒゲですからね。だから買いの勢力が入ったのと同時に同じぐらいの強さで売りの勢力もしくは利確が入ったってことなんですよ。私はここにポイントで目をつけてですね、ここから大きな売りの流れが来るよと、場合によってはこれも突破するよってことを申し上げました。だからこの根っこから入ったわけですよね。ここから入りました、グイッと。そうすると案の定ここまでね、これは12時前に私が利確をする放送、追加放送したと思いますけども、ここで半分利確してるわけなんですよ。でさらにそこからね、もう一山来た、ね、これもだから読み通りだったですよね。昨日の5時にこういうふうな読みをして、昨日の夕方から夜半にかけてここまで102円台まで落ちたわけですよ、ね、103円のもうそれこそね、104円に迫るかって勢いのところまで行ったのが一気に102円まで急落したわけですよね。だから1円ぐらい変わってるわけなんですよ。そしてその1円ぐらいの幅を全部私は取りましたってことですよね。これは昨日の放送を見ていただければ、あ、さすがだなと思っていただけると思うんですよ。でこういう風になるんですよ、 FX をちゃんとやれば。一旦ここ閉じてちょっと拡大しますね。はい、私がエントリーしたのはまさにこの直後ですからね、ここですからね、ここでエントリーしてるわけなんですよ。103円のね、695をちょっと下回ったところでエントリーして、その直後ズバッと下がって一旦ここで利確をしましたね。価格にして103円の295あたりで利確したわけですよ。これでも40ピップス取れてますからね。さらにこれまだ半分ですよ、102円台に入ってこうやってね、転換するまでしつこく取りに行ったわけですよ。それこそゼロラインをこうやって引いてですね、このロスカットラインをずっと動かしながらやっていったわけですよ。でパシッとここで取ったわけですよね。ということで45ピップスが追加されまして、昨日はですね、おそらくこれをご覧の皆様の月収ぐらいにはなったんじゃないかなと。1日でですよ、一発で。それこそここで玉を入れて、追い打ちもあったんですよ、追撃もあったんですけども、基本的にはこの距離だけでですよ、この距離でだけです。で FX ってのはこういうのが来るんですよ。きちんと見ていって、それも数日前から私ね、迷ったらセルなんだということで、下地を作って、それから移動平均線の話もしましたよね。もう一回さっきのチャート戻りますけども、移動平均線の話。移動平均線はこの3本の線ですけども、こう降りて、ちょっと上がって、こう降りる。ちょっと上がって、こう降りるって形ができるっていうふうに移動平均線の話も昨日させてもらいました。で、まさに全てがシナリオ通りに行きまして、それは数日前とかね、1週間前とか、もっと言ったら1ヶ月前から思い描いてたのが、ここで回収できたということなんですよ。でここからの話ですけども、この移動平均線の流れを見ていくと、もう一発こう来るんではないかなって考えることもできます。ただ大きな利益を連発で私取りましたからね。ここでも取れたし、ここでも取れたし、これは予想できなかったしということなんですよ。でこうやって勝ちまくった後、そしてこのこれは分かんないから様子を見ますよってところで、まさに大きな動きが V の字のようにあったということで、危険を避けることもできたわけなんですよ。そういう意味ではここでは損失を回避することができたところだと思います。そしてここに実際に利益を積んでいったわけですから、3回私はチャンスを
思い通り描いたかなと思うんですよね。まあ、ですんでここはちょっとね、浮ついた気持ちになっちゃいますんで、エントリーをせずに様子を見ていくだけにします。今日は18日なんで、ここまでの私はね、今週のエントリーというふうにして、今日はもうちょっと入らないつもりでございます。十分な理覚ができましたんでね。ただ今後の動きとしてはこれがあるんじゃないかなというふうに考えてますね。はい、以上でいかがだったでしょうか。 FX ってやっぱりね、基礎の力をつけておくだけでここまで見えるようになるんですよ。形成中のチャートのその未来予想図がかなりの高い確率で当たるようになるんですよね。だから明確に相場解説が予測としてできるわけですよ、ね、予測としてやって、しかもその通りピタッとくるでしょ。でこれを今年もね、何度も何度も見てるはずなんですよ。まあ、ですんで FX の今基礎講座やってますけども、この基礎固めることがこのぐらいのものにはなるんですよと。だって一発で月給ですからね、1日で、ね、しかも重労働ないわけですよ。自分の知識、しかも何回でも使える知識、今回のようなチャート図が引けた時私必ず毎回取りますよ。ってことは年にね、十数回やる今回みたいなピタッと一致の予測がやってくるってことですから、じゃあその十数回でね、私は年収を稼ぐわけなんですよ。4、500万っていうの、この十数回のエントリーでね。で、それプラス10ピップスとか20ピップスみたいな地道なやつはもうそれこそね、数十回も取ってるわけなんですよ。ということで1000万前後ができたということでございますけどね、おかげさまで今年はなんとか、このままでいけば予想通りに1年間トータルでいけるんじゃないかなと思ってますね。はい、それではね、参考までに昨日の朝の動画、今から24時間前の動画と、それからお昼に上げた理覚の動画、これつなげたものがありますんで、そちらの方をこの後でね、ご覧いただければと思います。もう今回のこのね、長めの FX の相場解説は本当今年の総決算と言ってもいいぐらいね、私のこの期末テストが完成したものだと思ってます。永久保存版でご覧ください。それでは失礼します。はい、時刻は10時30分を過ぎました。ドル円の FX1 時間足どうなってるでしょうかね。ちょっと画面見てみましょうか。予想通りセルの方に向かってると思うんですけども、はい、これが現在の値段ですよね。で、私がセルを放送したのはここですね。あの陽線って基本的に上に向かう線じゃないですか。なのに大きなヒゲを出した陽線ってのは一体どういう意味があるのかってことなんですよ。それはですね、売りの勢力がものすごく急速な勢いで来てるってことなんですよね。ちょっと大きめにしてみましょうか、この図。はい、これですね。先ほどと同じところなんですけども、ここに大きなヒゲが出て、そこを頂点にして売りの方に向かうよってことで朝そう放送したんですよね。で、まんまとこういうふうになってますよね。で、私の予測希望としてはここを抜けてさらにセルの方に行くんですけども、一旦ここでね、半分利確しておこうかと思います。大きな今日はピップスが取れてますね。はい、それではね、この先に、今朝朝5時半ぐらいですか、もう相場解説取ってますんで、そちらの方もう一回復習していただいて、今日今現象が起きてますけどね、これと見比べていただきたいと思います。それではどうぞ。12月17日朝5時ぐらいですね、今ね、FX の1時間足ドル円を見ております。さっき30分ほど見た時にはあの大きな陽線が出ていたんですけども、今ねその大きな陽線がぐっと引き締められて大きなヒゲを急速に出してですね、短い陽線に変わりました。ここからですね、私は大きなセルが起きてくると思っております。じゃあちょっと画面切り替えていきましょうか。はい、ここなんですけどもね、さっき見たところこれがほとんど実線だったんですよ。これがヒゲに変わりました。というところで売りの勢力が一気に出たと思いますんで、ここからね、私ね売りにかけていこうと思うんですよ。で、今回はここも破ると思われますんで、そうですね、移動平均線見てみましょうか。移動平均線が3本まとめて線を引くとこういう風な形になってるんですよね。で、もう一発これが似たような形で来ると思いますんで、半分山を張ったような感じになりますけども、迷ったらセルということでね、昨日大筋も固めたところもあるんで、これはセルの方でね勝負かけてもいいのかなと思います。きっとですね、これここの売り勢力がまだ残ってると思うんですよね。ここがここじゃないんかな、ここがね多分抑えに回ってると思うんですよね。
あとこちらを突き破ってこちらに至るのかなっていうふうに考えますね。でここも突き破ると、かなり強いセルがこれから来るんじゃないかなと私は思ってますね。はい、ということでね、高い時間軸、週足、日足、4時間と確認したわけですけども、やっぱりねこれセルの方向に右肩下がりに変わっていってると思うんですよ。でこの1時間は半分勝負であり山間なんですけども、ただね何回も何回もこの毎日のように相場を見ていると勘に頼る時もたまにあるんですよね。もちろんこれで外れることもありますんで、ロスカットラインはきちっと引かないといけないと思いますけどね。ちょっと今回はセルで大きく取ってみようかと思います。それでは数時間後、そうですね、17日の正午ぐらいにはもう結論が出てると思います。あと6本の陰線陽線の関わりの中で私のエントリーがねどういう風になってるのか、ちょっと楽しみだなと、私もしっかりと見ていこうかと思います。それでは失礼します。